おーおー、車来た車来た車来た、うー、あ、俺が出たらよかったんか。よしよし、曲がらへんのかい。その反対側から入ってくる方法を取ったんですかね。え、あんの。いや、あれですよ、あっちの反対から入ってきたらよかったって言うとった。ああ、あれだから向こうの信号出てくるね。ああ、そういうことね。そうそうそう、あのタンクのとこ行ってね、うん、ここな、はい、後ろトナの、まあ、ガレージありやん、はい、めちゃくちゃ古いトラックいっぱい置いてんねん。トナさんが、うん、めちゃくちゃ古いねん。ちょっと見たいですね。懐かしどういう。俺この前ずっと見とってんけど、はい、ほんまによーこんな古いとこ置いてるなっていうぐらい。それ多分走行してる感じですか。いやいやいや、走ってない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 ねん。もう置いてあるだけなんですね。ね、うん、歴代のなんか昔やってきたやつをこう ずっと置いてるんですかね。止まろか。はい、オッケー。あなたあれかな、ジャパンと間違えたかな。そうかもしれませんね。おばちゃんやったもんな。うん、ジャパン。何の歌。あ、エキゾチークでした。あの、ジャパーン。僕も、ね、言うてなんかわからんかったけど。あ、これ電気つけてる方が映る。あ、お前大丈夫。あ、あのおばちゃんやっぱジャパンに。脳ガキは申しません。脳ガキ垂れながら入っていってますよ。あ、間違えたわなって。入り口ちゃんとそこそう、ちゃんともっとこれアストロさんのところとちゃんと、でも両方入れるようにしてもらえとったらありがたいですね。アストロさんとこうジャパンがこうしっかり手つなぎ合わせて。じゃあもうそれはもう合併してないか。アストロジャパンにならなかったの。アストロジャパン。なんか語呂良すぎや。アストロジャパン、いや、わかります。ねえ、語呂良すぎですね。語呂良すぎた。むしろ合併してほしい。むしろしてほしくなりましたね。アストロジャパン。はい。というわけでほんなら、はい、今からルークストに行って。はい。では、これは、はい、今日楽しませていただいたこのハイゼットは、うん、一度社長のところにお返しですね。お返しします。はい。お返し。寒い。あ、そっか、でも一度ルークスですね。一度ルークス、はい、一度ルークスやつ。じゃあ今日は皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ですです。でも、なんかこれ消し方がわからないんですけども、同じカーボンみたいなことになるな。ほんまにある。めっちゃ詰まってる。てる。大トラさんすごいな。ヒュイーって言うな、これ。また、詰まってる。いや、ほんまに言ってますね。いや、これ CVT ですね。ヒュイーン言うてますもん。僕が、うん、全速出た時みたいなこと。やっぱりな、CVT、ヒュイーンって言うね。よし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 。よし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 。お、なんですか今の。いろんな音がしますね。キューとか。あ、これもライト、ほら、ハイビームになって。あ、勝手になってますね。ハイビームになってるやろ。散らしてんね。お、ルークスな、ルークスなみたいやけど、はい、これも散らすね。ハイとローだけじゃうね。ええー。うん。めちゃくちゃ最新機能ですね。もうな、このハイゼット、はい。めちゃくちゃ最新機能やね。でも、こんだけじゃじゃ馬やったら、うん、そりゃそうですよ。もうそんなライトのこととか気にしとるときないですもん。その辺はちゃんと自分であのハイゼット頑張ってもらって、あとはもう運転に集中せんかったらもうこれ、そう、アクセルはブーン。あ、これ燃料入れるの忘れた。あれ、マジでエネキ行かなかな。エネキ社長、あいつらどこまで行ってんねん。自由に使えとは言ったものの、なあ、これ納車、これさっき撮影時11キロやったやん、はい、今もう30キロになろうとしてる。19キロ回ってきましたね。よし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 。でもこれはまだ燃費もちょっとあの見たいですね。ああ、ほんまやな。はい、多分軽やかも20以上いくんじゃん。それぐらいいくんですかね。いくんじゃん、だって軽いやん。でももうこんだけ力強い走りするんで、ちょっとどんなんなの、この軽トラっていうのは。また部門がスーパーカブと同じですか。ああ、スーパーカブはもうめちゃくちゃ走るじゃないですか。めちゃくちゃ走るな。はい。それぐらいちゃう。だから軽トラって、うん、もうめっちゃ長いこと乗っても、この前 もうめっちゃ長いこと乗っとった軽トラ下取り出してんて。はい。20何万ぐらいついたんですか。そんなえ？
やばない1727点の言い方の今の20何万ぐらいついたらしいね。いいと思って。すごいですね、その何年も乗ってきたやつがですか。そうそれはあれですね、すごいまだ価値があるってことですね。なあ、うん、まだまだ海外でも軽トラ人気なんやろ。そうなんですか。やっぱなんかこの前、全然どこの国か分からへんで、はい、なんかほんまにまあ、外国っていうのもそのフランスとかアメリカとかそんなんじゃないね、はい、なんかほんまにもうバッテリーを解体して鉛入れ替えて、はい、うん、なんかギャー自分でまたバッテリーをもう作り直すみたいな勢いの国あるやん。すごい再生機能するとこで、ね、もうすごいなんかもう知ってる、はい、バッテリー、日本のバッテリーあるやんか、はい、国産のバッテリーとか、まあ海外のバッテリーだからを、もうバッテリー機の蓋開けて、はい、もうどっかジャー流してんねん、うん、分からん、どっかドブかどっか分からんけどジャー流して、ほんで蓋カン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 って開けて蓋開けて、はい、中のなんか鉛かなんか知らんけどあれなんか出して、はい、新しいやつ、新しいってもなんかめっちゃ切れちゃうんだけど、また違うのを入れさして、ほんで蓋してバッテリー切れて、またバッテリーの出来上がり、バッテリーを作ってんねん。要するにその側がないからあんなことするんだよな。ああ、そうですね、側ですね、側さえあれば何でもできんねんな。まあだからな、うん、ほんでなんかわからんけどめちゃくちゃボロい軽トラやねん、はい、めちゃくちゃボロい軽トラを、はい、なんかここ板金してんねやんか、はい、ここのとこ板金してんねん一生懸命、はい、なんかサイズ合わせて切って貼って叩いて叩いて貼って叩いてなんかガーやってんねん、ここずーっとやってんねん、はい、助手席側のずーっとやってんねんか、ボロボロやねんもうガラスもなくて、もうなんかもうライトもなくて、もうボロボロやねん、はい、もうフレームしかない、もうボディしかないみたいな感じ、わかる？ボディしかない、ボディしかないだろ、側ですね、この辺もボロボロなって腐って、はい、それを溶接してなんか合わせて切って貼ってして叩いてやってんねやんか、はい、そこはせなあかんのかな、やっぱ側がないからですね、やっぱ側さえあれば何でもできるっていう感じやねん、あの辺な。なるほど、そういう国はな、側欲しさに言うか、うん、側さえあれば、うん、まあ、技術はめっちゃ整ってるんですね。その最新の技術じゃないけどな、うん、叩いて張り合わせてね、なんて言うのな、レストアっていうのいい言葉で言いましたね。だからちょっとレストアしようかみたいな車じゃないね、もうボロボロやねもうなんかハイエナに全部やられてもうたみたいなそんな車あるやん、たまにありますね。もうハイエナにやられた以上にもうやられてんねんそれを一生懸命やって直して乗ろうとするのがすごいねんけど、はい、でも日本の軽トラやんか、はい、あんな海外にその軽トラに合うガラスがあんのかな。ほんまですね。なあ、それは自分で作るんですかね。いやー、それいい、そうなん、そのガラスの規格はね、それに合わせて、なん大変やで、流し込んで、なかなか今度これな、ライトほらハイビームになってるやろ今。もうね、僕ぐらいになってくるとね、もうそんな散らしてるかどうかもわからないですよ。散らまあ、そう、まあ、とりあえず今日は燃料入れたら帰ろうか。もう社長あれ帰ってこんな。あれじゃあもしかしたら帰ってきたらよし。焼き肉行こうかってなるかもしれないそんな勢いやったで、ほんま今日暇って言う機会だから、今日はあれですね、うん、ほんまエネキをまた聞けますね、これから。よし、じゃあこれは なんかほんまに、うん、キーは社長のエネキあるんですか。うん、ここ社長のエネキ、社長エネキ着替えてた。でもほんまに音もなんかあれですね、軽トラじゃないですね、この優しいメーター。でも社長は、うん、俺タコメーターないの嫌やねんなって言うとった。あそういうとこそうなるほど、あったらいいですね、確かに。お、なんか責められてますね。あんな、こうなんか週末とか休みの日向こう入り口閉めんの、オートバックス。ああ、そうなんですか、こっちから入るようになるんですか。うん、ね、スーパーオートバックス、スーパーですからね、ここスーパーオートバックス、俺ら略してスタバって言うね。だから鶴とかにスタバ行こうかって言ったら、こう来たらびっくりするの、スタバちゃうの、ここスタバやで
でもここね、ほんまに中でコーヒー飲んでくつろげるんでね。完全スタバやな。スタバですよ。俺らここでごめん、2時間ぐらいおったもんな。いいの、かっこいい。あ、曲がってくの？おー、曲がってきた。おー、おー、ギューイー、おー、ギューイー、ギラギラやかっこいい、ギューイーやで。かっこいい。はい、さっそくやいちゃ、やいちゃ。はい、あれ、これ燃料右と左どっちやろ。 あれ見てください。そんな時は、そんな時は燃料のメーターの右です。右向いてるから。右向いてましたか、はい、あ、ほんまや、右です。はい、これで間違えたらびっくりするわ。ですね、マンジこれは、今ナッカさんは燃料マークの矢印のとこを見ました。はい、ちょっと停止してから見たいと思います。それはここですね、はい、ここが右に矢印があるんで、はい、これは給油口が右にあるということです。だからこんなんして初めて乗った車でも分かると。間違いなく。はい、じゃあちょっと燃料貼りに行きたいと思います。はい、エンジン、あ、よいしょよいしょ、はい、行きまーす。どうですか。じゃあハイゼット、はい、これ燃料タンク鍵やん。あ、そうですか。ここですね。あ、はい、やっぱここですね。右で覆ってました。開けて、はい、あ、これもうバネ式になってるから勝手に閉じるわ。バイーン。これを左に切る。右や。右。赤へ。赤へ。右に回、左に回して。回す。開いてたんですかね。ああ、鍵を刺したまま。一応開く気配ないわ。なし。右に回して開ける。ちゃうな。右に回して。はい、左に回して開ける。あ、開いたような気がする。回ってますね。グリーン、グリーン。すごい開けにくいな。それキーは抜いてもいいんちゃうのかな。どうなんか。その状態になったら。すっごい開けづらそうですね。あ、これトラブルや。なんでやろ。ロックとか一応変えてますもんね、なんかね。もうぐらついてるんだよ、なんか歯みたいなもんですけどね。取れそうや、言うたら取れそうやけど取れんやつですね。これ音とかで糸かけてガーッ。そう。もう一回ちょっと鍵やってみようか。はい、こっちがロックとか書いてあるの。ああ、なんで開いたかわからへん。こうやからこうっていうのはわからずとして開きましたね。はい、あ、これプラーンですね。これはですね、はい、はい、プラーン。燃料入れます。タッチして、はい、エネキいいですか。はい、エネキー、エネキー、ちょっとちっちゃいね、寒い。もやっとは、もやっとね。はい。はい、給油します。はい。これ燃料入れ始めたらな、これ始まるやろ。見れないですよね。これなんでか知ってる？あの10リッターぐらいでやめようっていう人を、はい、こっち気そらして。満タンさせようっていう魂胆。ほんまに絶対そうだろ。いや、まあ、俺10でやめよう思ったのにみたいな。ただの広告じゃないですか。違う。そんな観点で見たことなかったんで。始めた瞬間に始まんねんで。でしたね。ってことはこっちに気を生かそうということだろ。今こっちよりこっちやろ。こっちよりこっちね。うん、だからじゃん。確かに今もう喋ってる間にどんどん入っていってますね。これ何リットル入るんですかね。まだ完全にゼロじゃなかったんでね。あ、でももう止まったね。はい、ガチャ止め。ガチャ止めで行こうか。こんなね、いっぱい。はい、2970。いい感じ。
肉なで止めたわ。肉な肉な止め。肉なで止めた。はい、肉な止めです。ちょっと待って、あと2つ目。はい。ちょっとあの、ナッカさんの車でもなく、社長の車なんで、いろいろと。これ一回、これごと閉めんのかな。はい。あ、そこ押さえですね。これ、閉まっていきますか。あ、閉まった、閉まった。閉まってるわ。なんかガリガリガリって言うんじゃんか、こうやって。な回して、はい、ガリガリガリって、そのイメージが閉めて、はい、んで、これでキーを右に振ると、あ、いけてます。あ、このカチカチで閉まってますね。まあ、OK です。ちょっと戸惑った。じゃあちょっとね、ちょっとだけOK です。はい、忘れ物なし。よし、よっしゃ、ありがとうございます。いい匂い、新車の。何だろう、帰ります。じゃあ終わりましょうか。はい、中さん、じゃあ今日はここで終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、終わります。2度目のチャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。こっち、あ、これトリップメーターゼロにしてからね。あ、そうですね。あ、OK、 トリップメーター、おうん、オーケーまで言うんか思ったら牧場まで言ったかな。はい、終わります。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。このままアクセルにもうすごい敏感。アクセル敏感ですね、これは。ほんまにアクセルビンビン物語。よし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 、行けばよかった。よし、これ行ったら行くべ、行くで。はい、行けば。よし、じゃあ終わろうか。終わりでーす。